実験&グルメバラエティ企画教えて楽器博士小さい実験室となっております。本日第2回目でーす。イエーイ。はい、ということで今日の食材は生ハムじゃーん。イエーイ。じゃあ早速ですね、今日の食材を持ってきてもらおうかな。はい、よかった。ななちゃん、はい先生行こう。はい博士。あ、どっちだ先生、博士なんか、どっちなんじゃ。はい博士、どっちなんじゃ。おいしそう。おいしそうだね。今日もね、チームでかな。はい、じゃーん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 、どうぞ。いかがでしょうか。いい感じの、はい、いい感じだね。大きいの、これも。いや、結構大きいよね。かなり大きい。大きいよね。生ハムの塊じゃの。見てください、こちら。おいしそう。本日の生ハムでーす。もうでかいよ。あ、でかい。なんかさ、心臓みたいだね。すごいな。なんちゃんの顔よりでかいんだね。なんちゃんの顔よりでかい。今日もこちらをさばいていくんですね。はい、これを使っていろいろ実験していくんだな。はい、実験っぽいね。2個あるから、じゃあこれななちゃんね。やった。じゃあこれ私の。イエーイ。これで実験していくよ。なんで？しょうがないな。負けた。そんな今日はね、生ハムをたくさん使ってね、生ハムをね、たくさん買ってきたので、次から自分が使う分だけ買ってくるんじゃよ。自分の分だけだよ。分だけ少し、ね。使う分だけだからね。分だけだぞ。今あるからな。使う分だけだからね。お腹壊したらね、あんまり食べ過ぎたら。使う分だけ持ってくるんじゃぞ。あ、すごい生ハム。そうだね。生ハムの油がね、もうでっかでかだね。なんかでもちょっとさ、牛肉みたいじゃない？わ、うん、かる。大丈夫かの？なんか聞こえる。なんかもうピエスピーじゃん。デデイブロー。デデンデンデデン。デデデン。よろしく頼むぞ。これ見たら生ハムは。すごいな。わかったね。すごいの持ってきたな。重だ。え、こっちめっちゃ細い。多分3トンぐらいある。今日はこちらの生ハムの生ハム原木7キロでございます。7キロ。前回はタコを北海道から取り寄せたんじゃが、はいはい、今回の実験室なんとスペインから取り寄せました。え、国超えちゃいましたね。海を越えてきました。実験室2回目にして海外からぽいぽいぽい、職人っぽい、職人っぽい。いいよ。合ってるこれ。プロ。実験館で撮る。いい感じ。いやいやいや。しっかり。あ、だんだん硬くなってきた。しっかり。いい感じじゃない？嘘？でも慣れかしら抑えてれば大丈夫だよ。いい感じ？わ、え、すごい！生ハムの原木7キロでございます。すごい。すごい。綺麗。さあ、ということで今から皆さんに聞いてもらいますが、この生ハムは4つの大きな部位に分かれている。4つの大きな部位に分かれておる。おる。分かるか。はい、1個ずつ説明していこうかな。まずはマサ。マサ。そして続いてポンタ。ポンタ。ポンタはこの外側じゃ。外側。これはポンタ。ポンタ。続いてバビージャ。バビージャ。バビージャはこの下の部分じゃな。バビージャ。うわ、バビってるわ。バビってるわ。でもう一個。コディージョ。コディージョ。コディージョのこちらでな。バビージョ、コディージョ。なるほど。という四つの大きな部位だ。さあ、ただ実はこれはまだこのまではすぐに食べることはできないんじゃ。
飽きないんじゃん。それでは早速、すぐ食べられないシリーズ実際にやってみよう。実験、生ハムを正しく切り出すことはできるのか。イエーイ。もう頑張ってもらうしろよ。はい、はい、大丈夫ですね。はい、任せていいか。はい、任せてください。では博士は一旦ちょっと研究室に戻るから。はい、はい、自分たちやっておくんだよ。やっておきます。はい、博士頑張れよ。はい、何があれば聞くんじゃぞ。はい、分かりました。じゃあな。さようなら。お元気で。お元気で。じゃあ早速始めちゃうぞ。おーってことで、まず初っ端なやり方。うん、みそちが知ってる。うん、みそち説明しながらやって。足の付け根のここにあの小指短い、ね、ピッてピッて切るみたいです。ここをね、三角にピッて切ると、うんうん、あの後でやりやすいらしい。へぇー、すねらしいよ。あ、すねらしいよ。すねを切り落とす。そう、すねを切り落とすの。途中まで、え、そうなの？痛いって言ってるよ。痛そうなの？ここね、ここね。あ、すみません、チェーンソーお願いします。いけた？あ、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 いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。ここだったんだね。あ、すごい。これがなんだっけ、コリージョ？ジョンセンブル。ジョンセンブル。ね、油分、油がすごい出てきてる。すごい、美味しそう。これこう。ね、これこう。もうちょっといけば。もうちょっといくの？違うよ。違うよ。もうちょっとここ。ナナちゃんやっちゃえば。はい。行きまーす。タッチだ。じゃあ。タックした。この辺で。ちょっと気持ち支えとくわ。お、もうなんか柔らかそうだね。すごい。油がめちゃめちゃ油が出てくる。え、すごいね。リサチのところに到着したい。そうだね。三角、綺麗な三角にしたいね。あ、いえ、いいよ、いいよ。こっちは行けたよ。お前リンゴ切ったことないだろ。リンゴを切るように。こっち到着してる。どうどうどう。まだかも。あー、なんかあれだね、もう一回さ、リサがやったとかさ。そうだね。おー、みんな数って。あ、もうちょいよ、もうちょい、もうちょっとで友達になれる。友達？もうちょっと友達。結ばれる？結ばれそう。はい、いけるいける。あ、ね、もうね、これ以上ね。ね、違う。あの、骨がむき出てる。ちゃんとやっとろかー。はい、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 はい。腰抜けた皮などこっちに置いてくるぞ。ねえ、ようじゃん、上手。すごい。なんで？いい感じやろ。修行してるんです。すごい。このように。足の付け根。なんかあれ見せてきて、断面をみんなに見せてきて。どうですか？これがコディージョの三角です。コディージョ、コディージョか。さすが、ハモタのあたり。ねえねえ、あんたやっぱ8年修行してるから。いいね。切り込みが OK なんで、そしたらこれなのでは？この全部だ。これなのでは？梅干し全部だ。梅干しいくよ。梅干しいけ。わー！すごい！すごいすごい。すごいね。すごいすごい。ちょっと変えててほしいかもしれない。すごい。もうさ、見て、これさ、ねえ、やばい。ねえ、このさ、これ生ハムじゃない？やばい。すごいね。フレンチバーなんだ。めっちゃ油。これは生ハムだよ、もう。すごい。ちょっとベーコンみたいじゃない？確かにベーコンみたい。ベーコンっぽいよね。確かに同じ豚だね。ここら辺灰だからいいよ、誰か。母さん。ここら辺も。行くね。行こうよ。ここら辺もいいじゃん。行っちゃい、行っちゃい。よし。どうですか？あ、いい感じ、いい感じ。すごい。上手、上手。硬いね。なんか取れないかもしれない。失礼。
なんか滑っちゃうかもしれない、ナイフが。怖い。黄色い皮をしっかりと取るんだぞ。黄色い皮を取って、そして油を取るんじゃん。ゆっくりでいいぞ、ゆっくりで。これ刺すんですよ。これそっちで。切れないと思ったら、包丁の背中で言ってたわ。なんか滑っちゃうかもしれない、ナイフが。おぉ、いいね。やばい、ブリ美味しそうだね、めっちゃ。めっちゃ甘いから。いいよ。なんであんただけ寿司屋にいるんだ、今日。肉職人って言われてるよ、ジョカちゃん。え、本当に？いいね。やった。最高。見て見て。ブリー。でもここ絶対美味しいよ。ここ。じゃあ結構そぎ落とす場所。見えてきたの？そうだね。結構そぎ落とさなきゃいけないんだね。遅くなっちゃった。このナナちゃんが今切ってる脂身受け取ってあげて。分かったよ。でも結構スルスル切れるから気持ち良い。え、いい感じ。これ結構削っていいんだね。ね、思った以上にさ削るもんなんだね。ね、削んないと思った。うわ、すごい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 。おお、すごい。ミカの皮みたい。すっきりだね。あ、すっきりさ、痩せたね、あなた。ずいぶんとまああとじゃあ痩せます。わっ、すごい。1枚目を作る人だもんね。重量の役をやってますね、私は。すごーい。えぇ、ー、すごい。サーモン、サーモン、サケだよ、これ。 This is サケ。サケ。あとはサーモン。さあ、そろそろいけたかな。あ、おかえり、おかえり、はやり。何の研究してたんですか？え？それは多分ね、国家秘密だから。そうなんじゃ。では、自分の食べる分を1枚ずつ薄く切って、主食用に。ねえ、ちょっと、この目、日本見せて、兄貴。じゃあ、お皿を用意しとるからの、それぞれ1人1枚、自分の食べる分を、この後の実食用のやつ。食べたいところを食べなよ。美味しそうなところ。いいよ、なおかに一番ってあげる。私が受け取ってあげるね。 あんまり力入れちゃうね。私、あなたすごく、あ、次だね、自分と。欲張りさんだな。お、いいんじゃない。お、これがなおか。これがなおか。なおか、食べたかったのに。はい、なおか。それではいきます。いや、美味しそう。生のボケるユーズもの塩は美味しいのでは。まずうまい、うまい、リサめっちゃ上手。めっちゃうまい、リサ。あ、ちょっとこっち置いて。リサチもいい。まあ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 。はい。リサチの食い。ありがとう。はい。いきます。次は最後に。じゃあ何か受けるね。任せ。行きますわ。あ、なんかそれ。なんかそう。めっちゃ怖い。またそれ。どこ切り。すごい。え、怖い。多分1年かかるよ、これ。多分今、1年くらいかかるような切り方。はい、終わりです。はい、終わりです。はい、それしかない。はい、ナナちゃん、終わりです。ナナちゃん、終了。はい、終了です。薄くな。薄くやってくんじゃない。はい、終了です。ナナちゃん、終了です。難しいんじゃない。あ、ちょっと。いいよ。あ、いいよ、いい。こういう感じ、いい感じ。ゆっくりな。いいよ、いいよ、いいよ。上手、上手、上手。あ、いいじゃない。後半になっていい感じじゃない。難しいかな。あ、いいよ。力加減かな。いいよ。上手だよ。めっちゃいい。そうだ。あ、でもなんかっぽいわ。え、なんか一番おお。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 はい、ルナちゃん、やばいな。それでは生ハムを持ってください。職人と比べてやばすぎ。ありがとう。はい、しっかりと画面に見せて見せていただこうかな。はい、切りました。ということで、実験結果、ジーサイが新しい生ハムの切り出しをやってみたら、お客様に提供できるような形に。はい、
ということで2ゲーム目の実験が終わりましたので、ここで締めたいと思います。それではタイトルコール。